はい、皆さんこんにちは。YouTube 戦略プロデューサーの平野です。今回の動画ではですね、以前から少しいただいてた、ご質問というかご要望だったんですけれども、音声をですね、音声コンテンツを作るときにどうやって、平野さんは作ってるんですかっていう質問、もし、そして、動画のですね、キャプチャ、動画教材を作るときに、どうやって作ってるんですか、この2つの質問がですね、以前からありまして、詳しくお伝えしていなかったので、ちょっとね、まとめてお話をしておこうかなと思います。まずですね、音声を録音して、要は音声コンテンツを作る。もっと具体的に言うと、音声の MP3 データとか、WAV データって言われるものですね。こちらを、インターネット上にアップロードして、皆さんにその URL をクリックしてもらうことで、音声を聞いてもらう、肉声を届けるということができるわけですけども、実際ですね、今いろんな方法があります。その中でも大きく分けて、パソコンでやる方法、そして、もう一つがスマートフォンを使ってやる方法、この2つをね、ご説明したいと思います。で、私の場合はほとんどですね、スマートフォンの、音声録音アプリというものを使っていまして、それで録音して、それを、私の場合はドロップボックスっていうところにその音声データを共有して、音声データを直接聞いてもらうこともありますし、その音声データを一旦ダウンロードして、音声編集ソフトで少しね、見栄えよく加工するということをしてたりします。その手順をですね、お話をしていきたいと思います。まず、スマートフォンですね。はい、今ですね、画面に出ているものが、こちらは、アワソネボイスレコーダーって呼ぶんですかね。これは、iPhone の iOS アプリのボイスレコーダーで、私が非常におすすめしたいなっていうものですね。このね、略で AVR っていうふうに App Store で検索していただけると、無料のものと有料のものと2つ出てくると思います。で、この特徴は何かって言いますと、本当にこのね、音声録音アプリっていうのはいっぱいあるんですね。ただこのアプリがなぜいいかっていう、アピールポイントというか、私がいいなと思っているところなんですけども、まずですね、すごく操作というか見栄えがかっこいい。これ結構重要なんですね。で、しかも見栄えも変えられるんですね。ここに少しだけ写真が出てますけども、こういうふうに見栄えも変えられます。そして、何より大きいのはね、すぐにドロップボックスっていう、いわゆる無料で使えるインターネット上のサーバーみたいなところに音声を、アップロードすることができるんですね。で、そのドロップボックスに音声が上がってしまえば、共有という形でですね、すぐに URL を使って皆さんと共有することができるんですね。ちょっとやってみたいと思います。どんな感じに、最終的になるのかですね。ちょっと待ちくださいね。はい、今ドロップボックスを開きます。ドロップボックスがわからない方に関しては、ちょっとお調べいただきたいなと思います。無料で使える、いわゆるオンラインストレージと言われるですね、無料で使えるインターネット上の、保管庫というか、倉庫みたいなもんですよ。そこが、誰でも無料で使えますので、そのアカウントを取っていただくということですね。で、先ほどのアプリで音声を録音したら、すぐにこのドロップボックスに、アップして、音声を共有できるっていうことになります。ちょっとね、今ホテルで、これ動画を撮っているので、ちょっとね、ネットが遅いんでご迷惑をおかけしてますけども、来ましたかね。はい、来ましたね。はい、この中のですね、いろんなファイル、私今ちょっとあるんですけども、アプリというアプリが、ファイルが勝手にできます。この中で、無料のものが、このアワソネボイスレコーダーっていうフォルダ。その下のアワソネボイスレコーダープロ。こちらがですね、有料のものになります。私は無料のものも有料のものも2つダウンロードしているので2つありますけども、無料のものでね、十分じゃないかなと思います。で、無料のものを開けますと、こういった形で音声を、もうすぐに、撮ったものをすぐにアップロードして共有できるので、このね、共有ボタンでポチッと押してもらうと、ここにファイルへのリンクっていうことで、URL がすぐに出るんですね。で、これをですね、メールマガジンですとか、Facebook ですとか、LINE ですとか、何か情報をお伝えするコミュニケーションツールで、この URL をお届けすると、もうすぐに音声が再生できると。
ね、読み込んでますね。ちょっと待ってくださいね。これからじゃないですか。なります、なります。はい、こんな感じですね。振り込まないとか結構あったんで。はい。ちょっと雑談チックなお話が、聞こえましたけども、こういうことが簡単になります。じゃあね、実際に、アプリどういうふうにダウンロードして使うのか、そこら辺をね、説明してみたいと思います。で、今日はですね、録画をですね、ちょっとしてみたいと思うので、スマートフォンの画面をね、映したいと思います。はい。この中の App Store ですね。App Store の、検索の中から、まあ、これ今 iPhone ですので、Android の方はね、別のアプリを後で紹介しますけども、これは iPhone ですね。AVR ですね。AVR。AVR と検索します。そうしますと出てきました。これですね。まあ、これが、まあ、無料の方ですね。で、下の方には、ちょっと今読み込みが遅いですけども、AVR Pro。こちらの有料のものもあります。これ何が違うのかっていうと、編集機能がですね、少しプロ版の方、有料版の方が細かくできます。で、ですね、まあちょっとダウンロードしていますね。まあ今、ダウンロードしてあるので、これをちょっとダウンロードした形がこちらになります。左上。こちらですね。左上の AVR Pro。はい。こちらがまあ見た目なんですけども、操作はですね、非常に簡単です。この左側の丸いポッチを、丸ボタンをポチッと押します。はい。そうしますと、今、音声を録音してるんですけども、結構ね、iPhone のこの音声っていうのは結構ね、機能が高いです。やっぱり Siri って言われるですね、音声認識の、機能が入ってたりとか、非常にこう離れてですね、音声を拾って、話しても音声を拾ってくれたりするので、まあ、この機能をね、ふんだんに使えてるわけですよね。で、じゃあ、この音声止めますね。一時停止と。はい。そうしましたら、まあ、これで終わりとなれば、右側の四角いボタンで、終了。まあ、そして適当に、じゃあね、名前をつけて、まあ、セーブとしますね。はい。これで今ね、フォルダーに入ったんですけども、左下にこのフォルダーマーク、カバンのマークがありますけども、これを押します。そうしますと、このような画面になりますので、このデフォルトの方を押します。そうしますと、一番上の方にテストと出てますけども、これをね、クリックします。そうすると、この音声が聞けるんですけども、真ん中のですね、1.0x ってボタンを押します。はい。そうしますと、今、音声を録音してるんですけども、結構ね、iPhone、こんな感じですね。しかもね、倍速もできます。プラスボタンでポチポチポチと押していただくと、音声っていうのは結構ね、機能が高いです。やっぱり Siri って言われるですね、音声認識の、ね、いいですよね。で、こちらをですね、今度は、まあ、もちろんこの iPhone に入っているものもそのまま聞けますけども、もう私の場合は、このテストのですね、右側に四角の中に上矢印ボタンがありますけども、これを押してですね、共有っていうのを押します。共有で、まあ、メールで送ったりいろいろできるんですけども、私の場合はドロップボックス。そうしますとね、ドロップボックス先ほどのところにアップロードが始まるんですね。まあ、最初はこれ、ドロップボックスのアカウントと紐付けるので、ドロップボックスの登録しているメールアドレスとパスワードを設定する必要はありますけども、それも難しくないんで簡単です。はい。で、逆に今の、テストの音声を消す場合はですね、この赤くなっているところを左側にこう弾きます。そうしますと、こう右側に削除が出ますので、これで消せると。はい。という感じですね。じゃあ先ほどの、ドロップボックスを、確認してみたいと思います。ね、はい、先ほどの今ね右下に出ましたね、もうドロップボックスの方に共有されましたということで、まあ、アプリを開きます、そして、まあ、私の場合は下の方のねプロなのでプロを開きます、まあ、そうしますといろんなファイルが入ってますけども、今入ったものこれですね55秒前、これだと思いますけどもこれをクリックします。そうしますと今音声を録音してるんですけどもという感じなんですね。でこの音声を今度はダウンロードするときというのはこの画面で右クリックそして名前をつけて保存。そうしますと、まあ、ダウンロードする場所を求められますので OK であれば保存と。今保存されました。デスクトップのここにあります。
こういうことですね。まあ、この一連の流れをぜひですね、覚えていただければいいんじゃないかなと思います。で、今ですね、iPhone の iOS のアプリを紹介しましたけども、Android はね、残念ながら私持っていないので、試してはいないんですが、まあ、このね、スーパーボイスレコーダーっていうものと、もう一つ、ボイスレコーダー。こちらがね、いいんじゃないかなと思います。なぜいいかっていうと、やっぱり、操作が簡単で、そしてすぐにドロップボックスや他の、メール、ソーシャルメディアで共有できるというところがね、非常に便利なんじゃないかなっていうことで、まあ実際ちょっと私使ってませんけども、この2つがそれに見合う、かなうもので、かつ無料で使えるということになっています。はい。でちなみにですね、ごめんなさい、ちなみにじゃないですね。まあ音声の、ごめんなさい、音声を取ってそれを自分のコンテンツにする方法としてはここで一旦終わりなんですけども、今度はその音声を加工する。例えばオープニングのミュージック、BGM を入れるとか、音声の話している途中にバックミュージックを入れるとか、という部分に関してはですね、ちょっと私の方では、まあ、有料のソフトを使っている兼ね合いもありますので、まあ、今回はね、そこはちょっと省きたいと思います。また要望があれば、私がやっていることをお伝えする動画を撮ってみたいと思います。はい。じゃあ続けてですね、いきなりもうちょっと長くなりますけども、今度はね、動画を撮ると。画面の動きを撮影しながら音声を吹き込んで、動画コンテンツを作る場合の録画方法をお伝えします。まあこれはですね、無料と有料と2つやっぱりあるわけですけども、有料の場合は、すごくたくさんやっぱり動画の録画ソフトって出回ってます。まあ例えばですけども、カムタジアスタジオとかね、カムタジアスタジオ。はい。まあ、カムタジアスタジオっていうのは結構有名で、もう私も実はこれを普段よく使うんですけども、まあ、非常にですね、操作も簡単ですし、編集もかなりできると。ですね。あとは、バンディカムっていうのも結構有名ですね。バンディカムかな。あ、ちょっと出ませんね。さすがに出ないですね。バンディカム。これですね。はい。これもですね、動画。まあ、パソコンの画面を録画して、動画にするというソフトですとしてはすごく有名です。まあ、いずれも有料で、バンディカムの方が多少、値段的には安いのかななんていうふうには感じますね。まあ、割とゲームのね、実況なんかをされる方っていうのは、このバンディカムをよく使うケースっていうか、まあ、よく見られたりします。もしくは、教材とか、まあ、コンテンツにするには、カムタジアの方がいいのかななんていうふうに、まあ、私は勝手に考えています。で、今日ご紹介したいのはね、無料で使えるものなんですね。はい。それがね、こちらです。A パワーソフトフリーオンラインスクール録画ツールというものなんですね。これ非常に優秀で無料で使えるんですけども、動画の撮影もできるし、音楽も当然録音できるし、あと編集もできます。うん、すごくね、高機能なんですね。ただしですね、これ今無料で使えるっていうふうに書いてますけども、今私はこれGoogle Chrome というですね、ブラウザー、パソコン、インターネットにアクセスする、ツールっていうかアプリっていうのを使ってるんですけども、Google Chrome ですと、これがうまく、ね、機能しないんですね。まあ、ですので、この、ツールを使う場合はですね、インターネットエクスプローラー。今ね、Google Chrome。これ Google Chrome だったんですけども、それをやめて、インターネットエクスプローラーを立ち上げて、まあ、こちらでですね、開いてほしいんですね。はい。そうしますと、まあ、同じように。まあ、いずれもね、同じインターネットにアクセスするブラウザアプリですから、当然見れるわけですけども、こちらでこのね、無料のソフトを使っていただくっていう方がいいです。まあ、逆にこれしかできないんじゃないかなと思います。まあ、おそらく、Firefox というね、ブラウザでもできるんじゃないかなと思いますけども、まあ、インターネットエクスプローラーがあればそれでいいと思います。じゃあ、これの実際やってみましょう。はい。
今ね、JavaScript っていうのを有効にしてますっていうふうに言って、まあ、これも Yes でいいですね。出てますけど、JavaScript を有効にしてますっていう表示が出ますけども、JavaScript をインストールしなければダメだという案内が、ね、出る場合もあります。お使いのパソコンによってはそういった案内が出るかもしれませんけども、まあそしたらね、素直にダウンロードしていただければいいんじゃないかなと思います。はい。まあこれもちょっと無視しましょうね。はい。とりあえずね、こちらが、はい。録画の画面ですね。こちらですね。ごめんなさい。録画のボタン。こちらで、エリアカスタマイズ。フルスクリーンなのか、マウスの動きをちょっと追いかけるのかとか、まあ、いろいろできますね。で、オーディオも、オーディオのみの場合もできます。そして、オーディオ入力ってことで、マイクとかシステムサウンドのマイク両方取るのかとか、まあ、選べたりしますね。じゃあ、こちらで実際に、じゃあ、エリアをカスタマイズして、こんな感じで、カスタマイズして、録音をしてみましょう。録画してみましょうね。はい。こんな感じです。今ね、もう録画が始まっています。今、下に録画中って出てますね。まあ、つまり今何やってるかっていうと、録画ソフトで録画ソフトを起動しているところを録画していると。まあ、よくわからない、ややこしい話になってますけども、まあ、そういったことをしているわけですね。まあ、この部分を録画している。例えば、これが、こういうふうに、ブラウザを開けば、その、まあ、囲った部分を録画し続けるわけなので、まあ、これを画面のサイズに合わせていただいたりとか、まあ、フルスクリーンでもいいんですけども、そういったですね、枠組みをして録画していただくってことになります。じゃあ、これを一旦ね、止めたいと思います。はい。止めるとどうなるか。すぐにですね、ファイル、WMV という拡張子のファイルになります。じゃあ、これをね、確認してみましょう。ダブルクリックしていただいてもいいですし、こちらで再生してもらってもいいんですけども、ダブルクリックしますね。こんな感じで、先ほど撮ったものが、ちゃんと録画されてますね。はい。ちょっと飛ばしますけども、はい。画面もちゃんと動いてますね。はい。こういうことがですね、無料でできるようになります。非常に便利ですよね。はい。で、こちらはですね、編集もできます。まあ、編集といっても簡単な編集しかできないですけれども、無料試しっていうことで、この A パワーソフトの、編集ソフトを使うことができます。で、他にもですね、この A パワーソフト非常に便利でですね、ちょっと先ほどの、この、よいしょ。こちらで説明してみたいと思いますけども、まあ、先ほどのね、このブラウザー画面からもいけるんですよ。こちらからもいけるんですけれども、わかりやすいという意味でこちらをちょっと使いますが、このね、ツールっていうところを開いています。そうしますと、動画ダウンロード無双とかね、A パワーソフトスマホマネージャーとか、まあ、いろいろ出てきます。つまり、無料で使えるツールがですね、たくさんありますので、こちらをですね、使っていただいて、より、こう、まあ、コンテンツの見せ方を価値あるものパッケージ化するってことも可能です。で、先ほど私がですね、スマートフォンの画面を映してましたけども、こちらがね、 A パワースマホマネージャーなんですね。こちらをダウンロードして、このフルスクリーン表示にすると、まあ、先ほどの、まあスマートフォンの画面を映すことができたりします。とか、あとは、音声録音ソフトも実はあったりしますけども、まあ、今日ご紹介した方法が一番簡単じゃないかなというふうに私は思っています。あと、この中でおすすめできるのは、この A パワーソフト画面キャプチャープロっていうんですかね。こちらもすごく機能が多機能で、画面のですね、こう、キャプチャー、画面をこう切り抜いて写真を撮ると、スクリーンショットを撮るときに非常に使えます。まあ、こちらも無料で使えますね。まあ、という感じですね。まあ、ちょっと話が雑多な感じでですね、まとまりがないですけども、音声を録音して、それを、まあ、コンテンツ化するために、スマートフォンからアプリを使ってやる方法。そして、パソコンでやる方法に関しては今日ご説明しなかったんですけども、この中にですね、音声録音というのもあります。この A パワーソフトの音声録音ツールっていうのもありますので、これでも先ほどの録画、パソコンの録画ツールと同じように、無料で使えます。まあ、その時には、これね、Google Chrome ではなくて、インターネットエクスプローラーの方に切り替えて使っていただくってことですね。はい、この2つ、スマートフォンからとパソコンから音声を録音してコンテンツにする方法。そしてもう1つは、パソコンの画面を、録画してですね、それをコンテンツにする方法。この2つを大きくご紹介させていただきました。
またね、質問などがあれば、ぜひお聞かせいただきたいなと思います。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。